改善と、そして緊張緩和のための対話と透明性の促進が重要であります。これらについて G7 諸国をはじめ各国と連携をつつ日本としても貢献をしていきたいと考えています。第一に、ウクライナに対する経済支援については現在国際社会において議論が行われておりまして政府としては IMF とウクライナの間の議論を踏まえまして我が国としての 支援の具体的な内容を検討していきたいと思います。第二に、緊張緩和のための対話と透明性の促進が重要であります。欧州安全保障協力機構の政治対話促進及び少数民族監視ミッション派遣に対し、同ミッション派遣経費十万ユーロを拠出することを決定をいたしました。すでにこれは表明済みでございます。ウクライナにおける また、これ、法人の万全確保も当然しなければならないわけでございますが、在ウクラ,ナウクライナ大使館を通じて、在留法人との連絡体制を維持をしておりまして、随時、安否確認を行うとともに、危険情報を含む情報提供を行っております。また、ウクライナ政府に対しましても、累次にあたり申し入れを行いまして、法人の安全確保に万全を期しているところでもございます。 浜田和之君、ええ、それで,です、ね、今、総理がおっしゃったようにです、ね、アメリカは10億ドル EU が150億ドル、えー、責任が30億ドル、まあ、ウクライナの財政破綻を救うためにです、ね、支援の申し出がありますで足しても190億ドルですでウクライナ政府はです、ね、緊急に350億ドルが必要だと言っているんですね不足するこの160億ドルをどういう形で手当てをするのか。 実はその間、のアメリカはです、ね、ウクライナが保有していた金33トンをです、ね、一方的にー億連銀にです、ねまあ、持ち出しておりますよね、また、えー、これはアメリカの企業、カーギルですとかシェブロンといった大手企業はウクライナの持っているです、ね、農業や資源をです、ね、ある意味では集奪するかのように、まあ、企業買収に一生懸命です、ね、走っている、これはある種、火事場泥棒。 言えるようなです、ね、行動が一部その支援をすると言いながらです、ね、その実態はウクライナの富をです、ね、集奪するような動きもあるやはり日本はです、ね、そういう動きに対しては毅然としてです、ね、それは間違った相手の国のです、ね、今の状況をちゃんと踏まえたです、ね、相手のためになる援助支援をすべきだぜひです、ね、この G8、G7 です、ね、そういうことを訴えていただきたいと思うんですけどもいかがでしょうか。安倍内閣総理大臣 まあ、国会の、まあ、情勢において、ですね、お許しをいただければ、えーまあ、今度のハ、えーグの核セキュリティサミットに、えー、出席をさせていただきました。その際、えー、G7 の会合が、あこのウクライナ問題についての G7 の会合が予定をされておりますので、G7 諸国とですね、えー、協議をいたしまして、まあ、この ウクライナへの支援等々について、えー、日本からの、えー、発言もしていきたいとこのように考えているところでございます。浜田和彦君、ぜひ、えー、日本にとって大事なですねウクライナ、えー、ウクライナがですね経済的にしっかりとですね再生できるような支援体制をですね組んでいただきたいと思います。その関連でロシアに対する経済制裁、これはアメリカからもですね強烈なですねまあプレッシャーがかかっているようですけれども。 このロシアに対する経済制裁を発動するこのことによってですね、まあ、言ってみればもろ刃の刃あーヨーロッパもロシアの天然資源特にまあ石油にあるいは天然ガスに依存してますよねもしそのことによってヨーロッパがですね、危機的状況になるという可能性もありますでそれをまあ踏まえた上で逆にそのウクライナはです、ね、そのロシアの天然ガスはウクライナ経由のパイプラインでヨーロッパに行ってるわけですから そのウクライナを通っているパイプラインをですね遮断することによってロシアとのですね交渉、優位に展開しようという動きもあるわけですね、そういったものものの展開を考えると、ですねこのロシアに対する経済制裁のやり方というのは、とてもですね厳しい選択だと思うんですね、まあ、プーチン大統領とも5回お会いになっていて、今回、見ろうと接点があると思うんですけれども、ロシアに対する経済制裁について、総理のお考えをお聞かせください。安倍内閣総理大臣 ロシアがですね、クリミア日治共和国の独立を承認し、18日クリミアをロシアに編入する条約への署名がなされたことは、ウクライナの統一性、主権及び領土の一体性を侵害するものであり、これを非難、非難する。そして我が国は力を背景とする現状変更の試みを決して看過できない。これが日本の現在における立場でございます。 我が国はですね、えー、昨日18日、最、えー、小簡素化に関する、えー、協議を停止をし、えー、そして新投資協定、宇宙協定及び、えー、危険な軍事活動の防止に関する協定の3件の新たな国際約束のお締結交渉開始をお凍結することといたしました。引き続き、ま、G7 を含む各国と連携しながら、ロシアに対し、さらなる措置を検討していく考え、 であります。え、ウクライナ情勢につきましては、え、米国政府は、 今般 G7 各国首脳が集まるハーグにおける各セキュリティサミットの際に、先ほど申し上げましたように、G7 の非公式首脳会合を開催することを提案をしているわけでございます。その際ですね、もし先ほど申し上げましたように、諸般の国会の状況も含め、諸般の情勢が許せば参加をいたしまして、今後の対応等について協議をしたいと、このように思っております。また、ロシアに対しましてはですね、先般、 谷地、えー、国家安全保障局長を、まあ、発言をいたしまして、ラボフ外相、そして、えー、パトルシェフ安全保障会議初期に対しまして、事、え、態、ー、の平和的収拾を、まあ、働きかけたところでございますが、今後もです、ね、私たちは、まあ、対話の、えー、ドアは開いていくというのが日本の基本的な考え方でありますから、えー、ロシア側に対しまして働きかけを行っていく考えでございます。浜田和之君、えー、ぜひです、ね、日本らしい 援援助支援の仕方をですすね考えていいいたただきたいと思いますで実は、我が国のですね固有の領土である北方領土、国、え、後、ー、ト択捉にもですねウクライナ人がスターリン時代に強制的にですね移住されているんですよね、もし今回のことが引き金になって、この北方領土に居住しているウクライナ人たちが、俺たちはドビュッシだというようなことをですねもし宣言し、日本にですね協力を求めてくるというようなことがもし起こったとしたら、 総理、どういう判断をされますか安倍内閣総理大臣。まあ、あ今の、えー、浜田委員のですね、過、ま、程、あに,えー、に対する、えー、お答えは差し控えさせていただきたいと、えー、思うわけでございますが、あのまた、あこの、えー、ウクライナ情勢がですね、平和条約交渉にどういう、まあ、影響を与えるかということについて、今、 定かに申し上げることはできないところでございますが、いずれにいたしましても、ですね68年にわたりまして、平和条約が日本とロシアの間には締結をされていないという状況は、異常な状況であるということについて、私とプーチン大統領は、日識を一つにすることができたところでございます、そして昨年、この平和条約交渉を加速化させていくということについても、一致したところでございまして、今後ですね、 えー、戦後残されたあ大きな日本のこの課題である、えー、領土問題、えー、の解決を図り、そして平和条約締結をすると、えー、この平和条約締結交渉に向けて、ですねしっかりと取り組んでいきたいと思います浜田和行君、えー。ぜひその強い固い決意で、ですねこの領土問題解決を望んでいただきたいと思います、その時には北方四島に住んでいるウクライナ人も味方につける。 という発想をですね、ぜひ念頭に置いていただきたいと思いますで実は昨日総理はですね、ベトナムの三国家主席と首脳会談を、えー、行われました、まあ、三国会席というのはベトコンの勇士、ヒーローでありますよね全身傷だらけ、えー、しかし強い力でもって国を作りをですね、邁進されているその三国会席から昨日の首脳会談の中にですね、ベトナムと日本が協力して 第三国を招いて、ですね、例えばインド、インド、ベトナム、日本、三か国のです、ね、戦略的なパートナーシップ、これをですね、今後、拡大していこうじゃないかという提案があったという具合に聞いているんですが、そのあたり、ですね、インドもベトナムも日本も中国との間でさまざまなですね、課題を抱えています、そういう課題を抱えている同士で連携を深めていくということは、日本の国益にとっても大変かなうことだと思うんですね。 その点について総理、この新しい三カ国の協力関係については、どういう受け止め方をされたんでしょうか。安倍内閣総理大臣。昨日、三国家主席とですね、首脳会談を行い、またその後の晩餐会においても、日月間の課題、あるいはまた、 国際常理での協力等について、様々な議論を行ったところでございます。特に日月関係におきましては、広範な戦略的パートナーシップにいわば我々の関係をグレードアップしたところでございまして、政治、経済、文化、 あるいは安全保障、そして人的交流、あらゆる分野におきましてですね、関係をさらに緊密なものにしていきたいと思うところでございますしまた、国際条理において協力も深めていきたい、そしてですね、同時に南シナ海、そして東シナ海、さまざまな課題、問題があるわけでございますが、やはりこれ国際法をですね、たっ飛び、そして国際法によりこうした 公共財である海の航行の自由等も含めてですね、しっかりとこれは守っていかなければならない、いわば国際法を遵守するという観点において完全に一致をしているところでございます。そして今、お話のございました日、ベトナム、インドにつきましてでございますが、第三国も 入っておりますので、えー、まあそうした会話が行われたかどうかということも含めて、えー、ここでの発言は控えさせていただきたいと、まあ、このように思うわけでございますが、まさに今後、えー、ベトナムとさまざまな国益が、利益が一致するわけでございますから、国際、この厳しい国際環境下においてです、ね、まあ、そういうベトナムとです、ね、今後ともしっかりと戦略的な、後半の戦略的なパートナーとしての関係を深めていきたいと、このように考えているところでございます。 浜田和之君。えー、ぜひインドシナにおけるベトナムのですね、重要な役割、戦略的なですね、パートナーシップを深めていただきたいと思います。で、まあ、その中国に関してですけれども、ベトナムもインドも同じようなですね、危機感を持っています。しかし、日本にとってはですね。中国で一千万人を超える中国人が。 日本の企業で働いているんですよね。それだけ多くの人たちが中国で日本の言ってみれば価値観を評価しながら働いてくれている。そういう人たちが一人二人どんどん増やしていけばですね、日本に対する考え方もガラッと変わっていくと思うんですよね。ですからこの一千万人の日系企業で働く中国人の人たちにもっともっとですね、総理からも直接ですね、語りかけていただく。そういうようなお考えはないでしょうか。 安倍内閣総理大臣、まあ日中関係というのはまあ戦略的合計関係にあるわけでございまして、まあ第一次安倍政権の際にですね、胡錦涛主席とですね認識を一つにしたところでまあございます。その中におきましてですね、日本はまあ中国に物を輸出し、あるいは投資をし え、利益を上げているわけでございますが、一方、中国もですね、日本の投資によって、今おっしゃったように、一千万人以上の雇用を喪失をしているわけでございますし、日本しかできない反戦品を輸入し、それを加工をして、海外に出送して大きな利益を上げている。つまり、そういう意味におきましては、切っても切れない関係であるということは、間違いないんだろうと、このように思います。残念ながら、政治の場においては、首脳会談が出されていないわけでございますが、今の段階においては、中国もですね、そういう という認識のもと、この経済においては、えー、関係を全く変えていないと言ってもいいんだろうと思います、また、えー、1月、2月、日本、観光客が増えたんですが、その多くは中国から日本への観光客が、これは大きく、6、7割、えー、昨年の1月、2月よりも増えているという状況もあるわけでございまして。 日本のことをしっかりと知って、真実の姿を知っていただくことによってです、ねえー、さらに関係の改善に向けていきたいと、えー、このように思うところでございます。浜田和之君、えー、前回も質問しましたけれども、今ちょうどオバマ大統領夫人が中国、ファーストレディー外交で、えー、駆け回っておられますから、ぜひ、昭、え、恵、ー、ファーストレディーにもです、ね、先陣を切っていただければと思っておりますそれれで来来月オバマ大統領が日本に来られます。 で、その日米関係にです、ね、暗雲を投げかけているのがこの友達作戦に、まあ、参加した一部のですね、アメリカの水兵さんたちが東電に対する集団訴訟を起こしておりますよね一人当たり四十億円ものですね、賠償金をですね、請求するというですね、これはもともとアメリカの政府国防総省や海軍が訴訟の相手と想定されていたんですがアメリカ政府は そういった訴訟はですね、内容が極めて非科学的であり政治的な背景ということで却下しましたその却下されたがゆえにです、ね、この集団訴訟を裏で言ってみれば煽っている一部の弁護士たちは言ってみれば国しやすしという観点から日本政府や東電を訴えるという作戦に出ているんですねで実際に昨年何度か訴訟が行われましたけれども運よく昨年中はサンディエゴの地裁が却下しました しかし、今年になって内容を変えて再びですね、東電に対する訴訟が起こっています。日本政府は東電の最大の株主であるわけですね。もしこれが、訴訟が日本に不利な形になればですね、これは大変な問題が引き起こされると思います。来月、オバマ大統領が来られるときにですね、こういう理不尽で非科学的なですね、政治的背景の訴訟は断固としてですね、抑えるように、 ぜひ総理から大統領に進言いただきたいんですけれどもいかがでしょうか。安倍内閣総理大臣。この、えー、本件はですね、えー、まあ主審官の民事訴訟に関わる事項でありまして、まあ政府としてコメントすることは差し控えさせていただきたいと思います。い、え、ず、ー、れとしましてもですね、福島第一原発事故の現状や我が国の取り組みについて、米国も含めた国際社会に対し引き続いて。 手順適切な情報発信を行っていきたいと思います。浜田和幸君、えー、ぜひこういった訴訟の背後にもですね、さまざまなこう意図を持った反日、えー、組織集団の動きがありますので、ぜひ十分ですね情報収集に当たっていただきたいと思います。そしてこういう集団訴訟が起こるという事例を見ますとですね、あま大臣にお伺いしますが、TPP、TPP にですね、まあ参加することによって。 こういった理不尽なですね日本の企業に対する集団訴訟がどんどん起こる可能性がなきにしもあらずだと思うんですけれども、大臣のお考えいかがでしょうか。あま国務大臣、あのおそらくこれあの投資した企業が、えー、この投資を実行していく際にですね、えー、本来 えーえー、あってはならないようなあ規制がかかったりとかそういう際に相手国政府を訴えるうという件に関してだと思います、えーまあ、あのお一部の先進国でもそういう話がありましたけれども、えー、その話は、まあ、具体的にどこからということはあの控えますけれどもあのお収束しつつあるというふうに理解をしておりまして日本としては えー、この条項についてはあむしろあの途上国に、えー、日本の企業が進出する際にです、ねえー、あの不透明なあ規制が突然出てきたりすることに対して、えー、入れている条項でございまして、えー、一部の先進国から言われている懸念は,解消懸念はしっかり、えー、手当をしつつです、ね、基本的には TPP には組み入れていくという方向で、えー、調整が進んで、えー、いるというところであります浜田和幸君、えー。ぜひです、ね、この TPP、アメリカが戦わずして勝つようなそういう環境を作ろうというアメリカの強烈な意図も感じられるわけですから今、この TPP に加盟していない例えばインドですとか インドネシアですとか、また中国とか韓国、そういったところを交えた本当の意味ので、すね、アジア太平洋の自由貿易協定で、しかも各国の特殊事情に配慮した RCEP という方向の方が、日本の国益、アジアのためになるんではないかと思うんですが、最後に安倍総理のお考えをお聞かせください。おお願いいいたします時間が来ております。す、えー。す時間来てりもですね、日日<米>日本はは<米><米>中間のの FTA FTA、ま F、あるいは日後の F そしてまた今ご紹介いただいた RCEP そして FTA さ、えー、まざまな貿易交渉について議論を進めているところでございますが RCEP について言えば RCEPFTAP へ進んでいく上においても TPP というのはですねまあ重要なルール形成の一つのまあ基本になっていくのではないかとまあこのように思うわけでございましてえ我々はこの TPP についてはですねまあ国家100年の計としてえ日本の国益をしっかりと守りつつえ日本の将来の成長に資するようにえ我々は締結を目指していきたいとこのように考えております。 ありがとうございました、以上で終わります以上で浜田和行君の質疑は終了いたしましたこれにて内政外交に関する重要事項についての集中審議は終了いたしましたこの際ご報告いたします本委員会は平成二十六年度総予算三案につきまして内閣委員会ほか十四委員会にその審査